政府は安倍総理が来年1月21日を軸にロシアを訪問し、プーチン大統領と25回目の首脳会談を行う方向で調整に入りました。 安倍総理は来年6月に大阪で行われます G20 首脳会議の際、プーチン大統領と平和条約締結に向けて大筋合意したいとの意向を示していて、1月のロシア訪問で北方領土の帰属、経済協力に関し、どこまで交渉が進展するか気になるところです。ただ、ロシア側の交渉責任者、ラブロフ外相は今月7日、 北方領土は第二次大戦の結果、ロシア領になったことを日本が認め、認めの限り、条約締結に向けたいかなる協議も不可能だと話していて、交渉難航する恐れもあると言います。ジョネさん、ロシアとのこの平和条約締結ですけれども、はいはい、どうですかこれね、はい、あのー、まずラブロフ外相の言ってることは間違ってまして、はい、第二次大戦の結果じゃないですよ。第二次大戦、はい、終わってからロシアが日本に攻めてきたんですあはい。えー 島島列しててきですね日本軍は抵抗するんですけど、もうポツダム宣言受諾したから、もう武装解除しろっていうことで抵抗やめたら、そしたら、まあ、ハボマイ・シコタンまで降りてきちゃったんですよね。で、アメリカ軍が北上しているっていう情報を得て北海道を進行するのはやめたと。い。うのが本当の事情なので、日本と戦ったとしても、あの、ポツダム宣言ね、受諾8日前に、突然攻めてきてでしかも、北方領土に至ってはもうポツダム宣言受諾した後に攻めてきてるわけですから、何なんだお前らと。い。いうことですよね。はい。で、まあ、 まあ、こんなことラブロフさん言ってますけど、はいまあ、ロシアにそんな余裕あるのかと。はい。経済がもう火の車で長期に行ったい。あの、今年ね、あのー、まあ、半年間ぐらい原油価格が高かったんですよ。七十、えー、70ドル以上、まあ、最高75ドルぐらいまで行ったんですけど、はい、で、それでね、今、ちょっとその、まあ、経済ってのタイムラグを置いて、はい、ええー、まあ、その、果実の刈り取りがありますので、えーはいえー、今年、ま、原油が高かったことで、今、ロシア経済はね、ちょっと景気いいらしいんですよ。はい、でも、現状どうなってるかというと、いや、あの、大体1バレル51ドルぐらいまで。 で24ドルぐらい下がってるので,、えー、で。ロシアってね、これウォールストリートジャーナルに書いてあったんですけど、大体、はい、ね、えー10ドル、10ドルぐらい、えー、原油価格が下がるとですね、はい、経済成長率がマイナス2%ぐらいになるらしいです。はーはー で、今、ロシアの経済成長率ってね、あの、実質で1.5%ぐらいしかないので、もうこのままいくと来年、恐ろしいマイナス成長。マイナスになるんですねほぼ確実。なんですよ。まあ、このまま原油そば上がらなければね。そんな状況で、あの、まあ、年金改革やってるプーチン氏のね、あの、支持率もだいぶ落ちてて、世論調査によってはもう40%台と。まあ、それ、もう安倍さんのだから支持率もちょっと低いですよね。え。え、いう状況ですね。まあ、だって、プーチンさんの支持率8割ぐらいあったのが、まあ、去年のね、割りっかし甘めの調査で6割台。厳しめの調査 4割台ぐらいまで落ちてるので、果たしてそれで経済もこんなんなって持つのと、お金欲しくないみたいな話ですよね。年金問題というのは、例えばですけれども、年金支給の年齢上げると、そしたらやっぱりね、国民からしてみれば、ウーイングですよね。年金はね、やっぱね、蔡英文さんもそうだし、第一次安倍政権もそうだし、年金問題っていうのは結構ね、政権の命取りになりかねないんですよね。とはいえ、それで人気が落ちてるからこそ、領土をそれで活用するとか言ったら、もっと人気落ちちゃうかもしれないですから、すごい強行になる可能性もあって、どっち来るか分かんないですけどね。さて そのロシアとの平和条約締結といえば河野外務大臣がですね、おととい日露平和条約締結交渉に関する質問を繰り返し無視した記者会見での対応についてホームページでお詫びして改めると陳謝しました。せめていつものようにお答えは差し控えると答えるべきだったとしています。まあ、このように対応した理由については外交資料の公開などに関する発表事項があったことを挙げて答えられない日露交渉に関する質問で限られた会館、 会見の時間が潰れてしまうよりも、発表事項に関する質問に時間をかけて答えたいと思ったこともあると。まあ、こういうふうに釈明をしているということなんですけどね。はい。えー、もうね、あの先月二十日のね、はい、もう記者会見の時に、この手の質問には答えられませんと。はい。その理由もね、はっきり述べているんです。政府の立場に変わりはないという。えー、ないということは、えー、まあ、これまでも申してきていますが。はい、もし交渉の責任者で、私がそれ以上何か言えば、はい、必ずロシア側でメディアがその発言を取り上げ。はい。それについてのコメント、をロシアの政治家に求めるでしょう。 それがロシアの世論に影響を与えれば、交渉にも影響が及びます。だから日本側の主張は交渉の場で申し上げ、それ以外の場では、発言を控ええー殺言をさ、発言を差し控えようというのが、現在の政府の方針です、はい、ということ再三説明して、この、えー、記者会見の席上も、あの国会答弁で聞いていただいたかと思いますが、日露の交渉に関して政府側の方針は、えー、方針考え方というのは申し上げるわけにはいきませんので、それについては差し控えさせていただきますというふうに言ってんです。 何回もね。はい、12月4日でも、あのー、これも言えませんと、いう,ふうに言ったと、はい。11日の記者会見でも、まあ、同じことを言ってるのに、はい、同じことを何回も何回もこの記者が聞いてくるわけですよ。はい、要は、その、まあ、日露交渉の、 まあ、その、今まで言ってない発言を引き出して、特ダネにして新聞売ろうと思ったんでしょ、はい、で、それ際に対してもうできませんと。言ってんのに何回も聞いてくるから、頭に来て、次の質問どうぞと、雑に言ったら、その言葉尻を捉えて、こういう記事を書かれたと。はい。いうことなので、これは記者の方が悪いと思います。はい。え、はい、そうか。もう前に何度も何度もね、答えられないって言ってるのにそうなんですよ。なん,なんでそれ、ね。で、その経緯を一切説明しないで、あのー、ね、次の質問どうぞ、態度とか悪いとか言って切り取りやるわけでしょでも今,今インターネットのおかげで。 事情全部バレちゃうので、はい、この質問してた記者は誰なんかと、はい、ロシアのスパイなんかみたいなね<ー>そういう話で盛り上がっても面白いかなと思いましたはい、はい